このビデオでは2015年から2020年までの第4世代のキャデラックエスカレードスポーツユーティリティービークルが経験しやすい銃の一般的な問題について説明します。ナンバー12015年から2017年のモデルの一部は米国でリコールされました。これはバキュームポンプの出力が時間の経過とともに低下しパワーブレーキシステムの効率に影響を与えるためです。 この問題に対処するために、修理はゼネラルモーターズのディーラーに電子ブレーキ制御モジュールを再調整させることで構成されていました。そのため、バキュームアシストが低いか枯渇している場合に、油圧ブレーキブーストアシストを利用できます。ナンバー2。2015年から2017年モデルの一部のエアコンコンデンサーは、画面に表示されている領域に亀裂が入りやすい傾向にあります。これにより、 冷媒が逃げてしまい、その結果、エアコンは冷媒不足のために冷気を放出しません。ナンバー3、アクティブ燃料管理油圧リフターの中には、崩壊したり、内部のロックピンが損傷したりする傾向があるものがあります。この問題により、過剰なクリアランスとシリンダーの失火によりエンジンオンが発生します。ナンバー4、 8速オートマチックトランスミッションを搭載する一部の2015モデルで、バルブボディに接続するトランスミッション温度センサーのワイヤーハーネスに欠陥があり。この欠陥のあるワイヤーハーネスは、低温からウォームアップまでのトランスミッション液温度の読み取り値を不正確にします。この欠陥のあるハーネスは、トランスミッションが完全に温まる前にハードシフト状態を引き起こす可能性もあります。ナンバー5 一部の2015及び2016モデルの燃料ポンプモジュールに欠陥があり、周囲温度が下肢100度を超えると燃料供給ライン内に燃料蒸気が蓄積します。これにより、ラフなアイドリング、加速時のためらい、パワー不足が発生し、走行中にエンジンが失速する傾向があります。この問題が発生すると、エンジン制御モジュールは通常、 コード P2635 および P0188 を保存します。これらの問題を解決するには、欠陥のある燃料ポンプモジュールを最新バージョンに交換する必要があります。ナンバー6フロントマグネティックライドサスペンションショックは低走行距離で漏れが発生しやすく、特に寒冷地で運転される車両では交換が必要です。ナンバー7 2015年から2018年モデルの一部のオイルポンプは、誤動作や早期故障が発生しやすく、故障し始めると、油圧が通常よりも低下し、エンジン制御モジュールはコード P0521 及び P06DD を保存します。ナンバー8。一部の8足オートマチックトランスミッションは、特に1足と2足の間で、ラフなシフト状態になる傾向があります。 古いトランスミッションフルードを洗い流してモビルワン合成フルードと交換すると問題が解決する場合があります。しかし、この完全なトランスミッションフラッシュを行うのに時間がかかりすぎるとトルクコンバーターが艶出ししやすくなり交換する必要があります。トルクコンバーターを交換し完全なフラッシュを行ってモビルワン合成フルードにアップグレードした後でも トランスミッションがまだ過酷なシフト条件を経験している場合があります。トライフクターチューナーまたは同様のデバイスを使用してアクティブ燃料管理システムを無効にすると問題が解決し他の利点が追加される傾向があります。ナンバー9これらの車両の一部ではインフォテインメントとナビゲーションシステムが誤動作する傾向があります。画面がフリーズしたりタッチに反応しなくなったり Bluetooth で電話との接続に問題が発生したりすることがあります。また、一部の2015から2018モデルでは、旧画面が剥離したり割れたりする傾向があります。ナンバー10、レザーシートは、時間の経過とともにひび割れたり裂けたりする傾向があります。これらは、第4世代のキャデラックエスカレードスポーツユーティリティービークルが経験しやすい銃の一般的な問題です。